東方電機チャンネル。何が起こった？泣いてるよ。加藤何が起こった？泣いてるし目から涙が出てるし。どうしたどうしたどうした？ドラミングやったかいんじゃないか。東方電機チャンネルようこそ。じゃじゃん。いよいよ秋の G1 戦線がスタートしますね、皆さん。イエーイ。第1弾、スプリンターズステークスと。1200m、16頭立て。いいですね。あっという間に終わってしまいますんでね。僕はおしっこしにトイレ行ったらもうレースが終わってたっていう。その経験もありますけど。まあ、まずスプリンターズステークスの思い出なんか、ありますかね、過去に。桜爆心音が。桜爆心音ね。大体区切ります。僕はあれですね、俺は待ってるぜとかな。あれ俺ハマってるぜだと思ったんですよ。ということで、やっていきたいと思います。まずは16頭ですね。で、一番人気になりそうなのは、春、アーモンドアイを任したグランアレグリアですね。本田君大好きな一頭ですね、はい、で、2番人気がモズスーパーフレアですかね、はい、からのダノンスマッシュぐらいかな、はい、今年の夏競馬ね、皆さん散々な結果だと思うんですけどもう多分一生もできなかったと思うんですけども、はい、じゃあ注目の一頭、貝中くんから。あ、もう最近あだ名が変わりましたんでね、渚の貝中って言われたはい、じゃあ一発ギャグしていただいて。一発ギャグですか。はい。おじさん、これまでよ。はい、ということで。はい、じゃあ注目ヒットは、ミスターメロディーですね。ミスターメロディーということで、はい、これはどういう理由で。すいません、ちょっと僕、わかんないですけど、名前で決めました。素人か。お尻ですよ、素人。ということで、じゃあ次、おじき北村の注目の一投。じゃん、私はクリノガウディです。はい、クリノガウディ。はい。なんですけども、はい、なんかここでもしかしたらというのがあるんで、ちょっと注目の一頭にします。それでは、競馬今日ホンダの注目の一頭は、ででん、名称グロッケ。前走セントールステークスで、初めて1200走ったんですよ。はい、でもしかしたら1200めちゃくちゃ強い可能性がまだあるかなと思って、伸びしろありと。はい、ということで、じゃあ予想コーナーに参りましょう。はい、では貝中くんの予想は、1着モズ、2着グランアレグリアで、もう3頭が7、3着流しと、1着2着は固定で、はい、そうですね、固定で。金額が、そうですね、3500円、500円ですね。7頭に500円で3500円です。これを当たって、焼き肉食べたいです。おお、行きましょう。牛タン行きましょう。牛タン牛タンじゃなくて、次はおじき、はい、北村の予想です。ででん、ダイアトニック。ダイアトニック好きでしたもんね、はい、北村さんね。僕は馬単で勝負します。そして、紐がですね、デムーロのレッドアンシェル、はい、それから札幌で飼ってるエイティンガール、はい、それからモズスーパーフレアを抑えますね。それからグランアレグリアと、ちょっと硬くなっちゃうんですけども、3000円で、まあ、1000円1000円500円500円ということで4点勝負いきます。おお、はい、試合行きたいんですよ、得点。すしまさん、すしまさん、すしまさん、絶対ちょっと当てたいなと。はい、ありがとうございます。参考にしてください。はい、はい、では競馬今日本田の大予想ですね。でねん、グランアレグリア。はい、でさっき北村さんに言ってた爆心王とか、うん、ロードカナロンみたいなのもズバ抜けたまま、うん、今回いないと思うんで、グランアレグリアは大丈夫かなと。今回は生まれ流しで7番ミスターメロディーと、はい、まあ、14番エイティーガー、15番クリノガウディーが流そうかなと。でこれクリノガウディー皆さん入れてるんですけど、本当は賞金順だと出れなかったんですよ今回、うん、ただそのレーティングっていう上位3頭の中に入ったんで滑り込みで、なるほど、そういう運も持ってると思うんで、運があるけどね、まあ、それで入れ、本当は2頭かなと思ったんですけど、と入れました。
まあ、飯食ロケはちょっとワイドとかで結構つくと思うので、少し500円ぐらい買ってみよう。注目版をね、上げながらも別にそういう本命にしてないっていうね。いやもう、してないっていう。グランプリは大丈夫です。間違いないと思います。ちなみに私はもうこれでいきますよ。じゃーん。おすごい。裏切られてますが。多分ね、モズスーパーフレアに逃げられちゃうと、もう多分これ出番ないんですけど、モズより先に出て逃げれれば、もしかしたら3着があるかもしれないというところの馬券ですね。これちょっと面白いんで、やってみたいと思います。勝負戦で。単勝でいくとね。はい、じゃあそれあの後で金額書いといていただいてですね、あのまた終始5万円スタートからいきますね、はい、じゃあ皆さん結果をお楽しみに、頑張れラブカンプ、はい、どこで